ほのかに香るベルガモットの風味が爽やかで良いですね。これはやはり昆布。ごまかしようのない香りがしますね。次はここへみんなを一緒に連れてきての授業にしましょうか。いつもお気遣いいただきありがとうございます。お誕生日プレゼントですか？特別何か欲しいものはありませんが、先生と一日を共に過ごせるのならそれ以上の贈り物はありません。